はい、星のドラゴンクエスト実況プレイの第7回パート7を始めていきます。前回のパート6では、配信されたバニーガールの衣装を紹介して、王様のなんだっけ宝物かなんかを盗んでいったカンダタを捜索しに行ったんですけど、探しに行った場所にはカンダタはいたんだけど、さらに逃げられたんだったかな確か。エリアとしてはこのバトラシア大陸のバトラシア城の王、バトラシア城から盗まれた財宝かなんかを手に入れるためにここの見張りの塔に行ったら、4回ここクリアしたら、カンダタはいたんだけど逃げられて、この赤鬼の砦に行っちゃいました。でこの赤鬼の砦の4回こうクリアすればカンダタが捕まえられると思うんで、これをクリアしていきたいと思います。これボスはさまよう鎧かな、あの影を見ると別にフレンドである必要あんまりないから、強そうな人連れて行きましょう。はい、赤鬼の砦の4階これをクリアしていきたいと思います。スキルフィニッシュ3回やったらミッション的なのクリアできるみたいなので、それを狙いましょう。進行が遅いからスキップします。やっぱ1戦目のスキルフィニッシュできないよね。スキルたまんないもんな。あでもかまいたち使えたか今ワンちゃん。かまいたちたまってたな。なしはなし、ここからスキルフィニッシュ狙いましょう。あ、仲間を呼んだ。ちょっと今倒したのにまた出てきたんだけど、なんじゃそりゃ。ヤシの風で体力を回復しておきます。とりあえずさまよう鎧を一体倒して、もう一体倒せば終わるから、ここでスキル使うか。とりあえずスキルフィニッシュ1回目、あと2戦ともスキルフィニッシュで倒さなきゃ、ミッション的なクリア扱いにはなりなさそう。ちょっと待って、仲間を呼ぶとずるくない？こっちは1体とか1人死んだらザオリックかなんかでもない限り無理でしょ、生き返らせるの。スキルフィニッシュ2回目、あとはボス戦をスキルフィニッシュで終わらせればいいでしょう。びっくりトマト、ドラクエなのにトマト手に入るとなんか変な感じするんだけど、カンダタコブ親分ってまだ逃げるのかな、これひょっとして。カンダタコブバイシオンって攻撃力2倍にするやつだよ確か。てか何も指示しないと味方がバラバラに攻撃しちゃうんだよ。バイキレットみたいなもんでしょこれ。聖剣好き1、でもボス戦は何ターン以内とかいうのがなかった気がするから、とりあえず倒すことに全力で。聖剣好きリカンとバイシオン食らって、打ててたからめっちゃ火力高いんだよね。やばい、痛恨の時期26ダメージ。
あとは神田ダコモ1体1体だけ。スキル圏内に入れば OK、 入ってやろう。これスキルを3枚重ねがけでスキルフィニッシュでいきます。とりあえず神田ダコモ倒したけど親分じゃないからまた逃げていくのかな。まあとりあえずこのダンジョンはクリアです。赤鬼の砦だっけ名前は。ジェムは50個。あと蒼天魔人とかこれスキルなのかな。スキルフィニッシュ3回、ボスをスキルフィニッシュ一度も死なないでクリア、全部コンプリートですね。あーやっぱ逃げるのかこれ。多分また逃げられた。神田の隠れ家、王冠ですね。王冠とガイアス、冒険王ガイアスのパンツ。というわけでこの新しいエリア、ここに神田が逃げたっぽいんですけど、まあ、それの攻略はまあ次回、もしくはまあそれは飛ばして、まあそれ以降の面白い戦いとかストーリーがあればそれを動画にしていこうと思います。今回は、まあ、盗賊神田を追って赤鬼の砦をクリアしたんだけど、こいつは神田子分で、まあ、神田本人じゃなかった、まあ、残念ですけども、で、まあ、こいつを倒してとりあえずストーリーを進めたところで終わろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次回会いましょう。 See you next time. バイバイ。